んにちは。7月23日金曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日午前11時から生放送でお送りしている豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階豊島テレビエコミューゼットアンスタジオからお送りしています。またご覧の時間帯で再放送をお届けしています。まずは豊島区からのお知らせです。緊急事態宣言が東京都に発令されました。不要不急の外出はお控えください。路上や公園等での飲酒はお控えください。マスク着用、こまめな手洗いなど感染予防行動を続けましょう。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。また豊島区では一時的に停止しておりますワクチン接種の新規予約を8月1日日曜日より再開いたします。今後の一般の方々の接種に向け、これまでの個別接種中心から集団接種中心の体制にシフトしていきます。また8月1日に集団接種会場を3カ所から8カ所に拡充し、円滑な接種を推進してまいります。詳しくは豊島区のホームページをご確認ください。接種当日はこちらの3つを会場にお持ちください。1つ目、新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券、シールは剥がさずそのままお持ちください。2つ目、予診票、こちらにはあらかじめ質問事項、お名前、ご住所などを記入しておいてください。3つ目、本人確認書類、健康保険証や運転免許証などです。以上の3つをお持ちください。また接種は肩にいたしますので、肩を出しやすい服装でお越しください。ご都合が悪くなった場合には必ずキャンセルの連絡をお願いします。個別接種は接種の予約をした医療機関へ、集団接種・巡回接種は豊島区新型コロナワクチンコールセンター 0120-567-153 へ。貴重なワクチンを有効活用できるようご協力をお願いいたします。さて、それでは番組スタートです。今日の番組のテーマはお家で過ごそう、お家で DIY をしようということで、昨年から続いているこの企画8回目となりました。今回も東京都県豊島支部組合員の方々に聞くおうち DIY、 今回は包丁研ぎ DIY をお届けしていきます。まずは東京都県についてです。東京都県は建設業であれば誰でも加入できる産業別個人加盟の組合です。現在の組織数は11万人に達し、建設従事者の組合としては日本最大となっている組合です。これまでの放送ではペンキなどでの塗装方法、窓ガラスや台所のステンレスの掃除方法、クロスの張り替え、網戸の張り替え、襖の張り替え、キーホルダー、小物ラック作りなどをお届けしてきました。今はおうち時間が増えて、家の細やかなことをする時間や余裕ができているので、とてもありがたい企画ですよね。そんな東京都県豊島支部組合員の方々から今日も素敵な VTR が届いているんです。今回は今までの放送とは少し違った包丁研ぎ DIY をお届けしていきます。職人さんが包丁研ぎと思う方も多いと思うんですが、実は職人さんは普段からカンナやノミなどの大工道具を研いでお手入れをしているということなんです。だからとても高い包丁研ぎの技術を持っているということなんですね。昨年から外出をする機会が減って、自宅で料理をする時間が増えたという方が多いと思います。そういった自宅で料理をする方々に向けて、自分でできるプロの包丁研ぎの技術を伝授する、自分でできるプロの包丁研ぎの技術を伝授する、そういったコンセプトで今回の動画を撮影してもらいました。皆さんも真似できるポイントがたくさんありますよ。それでは早速 VTR ご覧ください。はい、皆さんもこんにちは。今日は東京都県豊島支部でおきまして、
出会い教室ということで、どちらの家庭でもね、コロナでみんな閉じこもりで大変だと思いますけど、せめてね料理が上手にできるよう、またね、切れ味のいい包丁を皆さんがそれぞれ研げるようにね、出会い教室を通して、勉強していただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今日はね一般の方も、ぜひ挑戦してみたいということで、お招きしておりますのでお呼びしたいと思います。はい、どうぞ。あ、こんにちは。今日はようこそ、よろしくお願いいたします。はい、まずはじめにですね、包丁の、欠けた部分だとか、ちょっとひどい場合、まず刃を作るためにこの混合砂砥石、砂のこう粒子の粗い感じもかなりザラザラしてますけども、こういう素材のもので最初の研ぎ出しの時に使います。はい、通常あの切れ味が悪くなった程度でこれ使っちゃうとね、せっかく用意していただいた包丁がだんだん減りが早くなってきますので、はい、あくまでその欠けた時、そういう場合に使います。はい、あと、その次に使っていただくのは中砥石です。この中砥石っていうのはだいたい粒子で800から1200ぐらいの粒子がありまして、通常は1000番ぐらいね、中ほどの砥石を使います。その次が今度仕上げ、これが仕上げになります。触っていただいても分かるように、全然この、全然この粒子の粗さが違いますね。はい、これはもう最後の仕上げで刃を滑らかに整える、こういう感じの砥石なので、はい、種類からするとね大きく2つに分かれますね。このなきり包丁、なきり包丁ってことで形大体分かりますよね文化包丁の形ではなくて、でこれはね基本的に両方から研ぐものですから両刃って言います。はい、それから刺身包丁とか出刃包丁というのは、片刃なんですね。それではね、今見たところね、真ん中がこんなにへこんでるんですよね。これは研ぎ癖ですね。同じ研ぎ方をしてるから、この手の当て方でこういうふうに周りよりも力の加減で先に減ってきちゃう。こういうのを修正するときにやはり先ほどのこういうものを使ったり、はい、まず刃先を、滑らかな曲線になるようにね整えてあげる、そういう仕事が先になって、研ぎはもう最後になっちゃいますね。まず刃作りです、何でも。はい、まずこの砥石の使い始めというのはもう乾いてますので、これはもう粒子を固めたものですから水分が全くありません。こういうふうに中に水が染み込んでいくので、十分水染み込ませて、もうしょっちゅうこういう感じで水をかけながら、はい、研いでもらった方がスムーズにいくのかなと思います。まずこう持っていただいて、ちょっと10円玉を置いて、角度的にはこれが1枚入る程度の、10円玉がちょうど1枚入る程度の勾配で、これで進めてもらう。で最初からこう全部研ぐのも大変ですので、この砥石の幅、これを目いっぱい使ってこんな感じで、それでやっているとこっちから研いでるので、このこちらに刃が返るはずなんですね。
今こっちの方を研ぎましたので、こちらの方に歯返りしてるんですね。ちょっと触ってみて確認してみてください。あ、全体にこう、あ、本当だ、バリバリと出てる、ね、バリって出てますね、うん、そうです、すごいわかる、こっちにグッて出てる感じです、うん、歯のこっちから、うん、こっちになんか出てるって、ここ引っかかる感じです、はい、全部こっち側が、うん、歯のところの、これを今度ね、ここまで来たらもうあと歯、あの研ぎの方に減っちゃいますね、うん、10円玉このくらいの厚みでね、これで10円玉引いてここにティッと置くと水が出てきますよね、はいはい、これに下に置くと、うんうん、出ますよね、出ましたね、ということは10円玉に対して刃先まで砥石に触ってますよということです、はいはい、ね、でこの調子でこのまんま、あの大体維持をしていただいて、しっかりこれだけは握ってもらって、しっかり、はい、ね、でないとあの途中使ったりなんかしたら思わず怪我しますんで、これをしっかり、まあ、今調子でね、それで今度先の方行きますと、ずっと今まっすぐ取れてきましたけど、当然これ反ってるわけだからまっすぐにならないんですね、当然こう取れてきてもここがつかないんですね、反ってるから、はい、そうすると少しここを上げる、上げるとこう上げるとつくでしょ、はい、でついたところで仕上げてもらう、うん、これが慣れてくるとね、もう一つの動作で続けてできるようになるんですけどね、これでね、かなり平均にいってると思うんですね、刃先までね、で今度まださっきのあれで歯返りいっぱいしてます、ザラザラです、でこれも先ほどにこんな感じで、今度手反対ですけどこんな感じでやってもらいます。じゃあこれであとは仕上げの方に行きたいと思います。一応あの荒砥石、中砥石、仕上げ砥石ということで、仕上げのね、あの粒子の細かい砥石になりますので、もう今度はもう全体つけてもらっていいです、はい、で滑らかにね、あの滑らせる、やっぱこれも10円玉1個ぐらいの隙間なんですけど、それでこう引いた時にこのままだともうやっぱり先がつかないんですね、ほら、だからその時にちょっとこっちを持ち上げながら引く、または押す、でそういう風にしていただくとこう滑らかな線ができると思います。じゃあご持参いただいた包丁で一つ、はい、まずこれもね、先ほど言ったようにね、分かりますからね、この、はいはい、この線、うん、ここの刃の、うん、これはこの刃先の角度を表してます、はい、包丁の身に対してちょっときついんですね、はい、だから起きてるところです、そう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 、はい、せっかく砥石が長いんだから目いっぱい使ってください、そうそう、もう大丈夫、うん、今度中砥石でやってみます。とりあえずもうちょっと仕上げてみる、どうぞ、私の仕上げでいいんだなったら大変じゃん、そう、こう、こういくんだ、そう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 、こう10円玉をこう浮かす感じでね、うん、そのぐらい浮かせばもう刃先までいっちゃいますから、うん、こうでいいですか、あ、そんな感じでやっていていただければ、はい、うん、そしたら同じように返してもらって反対側も、うん、研いでもらうと、あ、でも大丈夫、それで溶けてる、いいと思います、はい、え、あ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 、
こんな感じでよく切れるよ。はい、今日はですね、お疲れ様でございました。ご家庭にお帰りになって、ぜひとも美味しい料理ができるように、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。足元の中お集まりいただきましてありがとうございます。去年引き続きですね、今年、2回目となる包丁研ぎの、学習会ということで、皆さんベテランの方も若手の方も大勢をご参加いただきまして本当にありがとうございます。はい、両方なの？基本的に両方。だいたい戦ってのは出馬だとか柳、それから回転方向、こうですね。あ、そうですね。こういう風に回ってるので。はい、包丁研ぎ DIY の VTR をご覧いただきました。いや、初心者のお二人もお上手でしたよね。ここで簡単にポイントをおさらいしていこうと思います。研ぎ石には3つの種類があります。粗い砥石、中砥石、仕上げの砥石なんですが、真ん中の中砥石はホームセンターで1500円前後で買えるということです。ぜひ皆さんホームセンターにお立ち寄りの際は探してみてくださいね。また包丁を研ぐ時の角度は10円玉1枚分ということなので、こういった角度もしっかりと意識していきましょう。そして砥石に水分を含ませることも大事だということでした。なかなか初心者の方が気づかないポイントが多かったと思います。私もこのポイントを参考に家で包丁を研いでみようかなと思っています。ちなみに市販に売っている包丁研ぎ器とは全く切れ味が違うそうです。スパッと切れたお刺身、夏なんかにいいですね。そして東京都県豊島支部の組合員の方々は、地元の方々への奉仕活動をするために日々定期的なイベントを開催しているそうです。またベテランの職人さんが VTR の後半で若手の職人さんに包丁研ぎなどを教えていましたね。こうした講習会も定期的に開催しているそうです。土研の皆さんのホームページ、YouTube、Twitter などはぜひ皆さんご覧ください。それではここで豊島区からのお知らせ、週刊ピックアップです。毎年7月は社会を明るくする運動協調月間です。社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。一人一人が自分なら何ができるかを考え、できることから始めるきっかけを作ることを目指しています。豊島区からのお知らせ、週刊ピックアップでした。この夏休みの期間、ぜひお子様とご一緒に自由研究で包丁研ぎなんていうのはいかがでしょうか。お子さんが包丁を触る際は保護者の方が見守っていてあげてくださいね。あさっても東京都県豊島支部の皆さんが野鳥の巣箱作りに挑戦していますので、こちらもお楽しみに。それではまた明日も元気にお会いしましょう。さようなら。